元老院はオーストラリアの連邦議会を構成する議員である。セネイトという名称はアメリカの上院を意識して付けられたが、イギリス式のウェストミンスターシステムで成り立っている。しかし、イギリスの貴族院とは異なり、オーストラリア元老院は立法行為に積極的に関与する。元老院と大議員とで見解の相違が生じた場合、 首相は総督に大議員と同様に元老院の解散を要求することができる。解散総選挙後も法案が通過しない場合、総督自らも立法行為に参加でき、実際に1974年に行われた前例がある。各基本州における定数は同数で、かつ6人以上。現在の定数は76人。比例代表制の一種である。 短期以上式投票によって行われる。オーストラリア国民、または1984年1月26日までに選挙人登録をしたイギリス国民、18歳以上、義務投票制を採用している。選挙人資格を有する者は、選挙人登録と投票を義務付けられ、違反した場合は罰金を課せられる。6年。 2019年7月18日の選挙結果による議席数は以下の通り2013年9月7日の選挙結果及び2014年4月5日の西オーストラリア州での再選挙結果による議席数は以下の通り2010年8月21日の選挙結果による議席数は以下の通り2007年11月24日の選挙結果による議席数は 以下の通り、オーストラリア連邦憲法第7条第3項、オーストラリア連邦選挙法第93条、オーストラリア連邦選挙法第163条、オーストラリア連邦選挙法第101.245条ありがとうございます。